えーあのー、突然すすいまままません始まりました、あのー、山本でございます、えー、メディアとコミュニティ東南アジアから考えるの第4回で今日は最終回ということで始めさせていただきますではスライドをお願いしますはい初めに前回の振り返りと積み残しをちょっとお話しさせていただきます、えー、プラナ感についてお話をしました 詳しくはお話ししませんがプラナカンというのは移住先の社会に根ざした越境者であり根血者のことでしてよそ者と地元社会の両方の特徴を持っているので地元社会の課題にいち早く気が付いて新しい考え方や技術によってその解決策を提案できる存在というふうにお話ししました。がんですがこれは あのちょっと言い方がうまく伝わらなかったかもしれませんが多数派が別の場所に行くと少数派になるという意味ではなくて、えー、多数派も個別に見ると一人一人がそれぞれプラナ感的な要素を持っている越境者とは根結者としての要素を持っているということで、まあ、別の言い方をすると多数派というのは多数派っているように思いますが多数派って均質な人々の集まり集団ではなくて、えー、一人一人が 互いに違っているプラナカンがたくさんいて、それが多数派になっているというような意味であの言ってみました。で、それからそのあなたは何のプラナカンですか、あるいはどんなプラナカンですかということを問いを投げかけたんですが、その問いをあの逆に私に投げかけてくださった方がいていました。で、あなたは何のプラナカンですかっていうのは実はそのあなたは普段どの場に自分を位置づけていますかという問いと重なっています。 で私自身はあの普段からあの国家とか民族とかを考えてそれに自分を居続けてるってことはあんまりなくて、えー、職場とか学会とか地域社会とかそういったところに自分をの位置続けて考えてています。 でそこでどういうふうにそのの考えて振る舞うかっていうところが、まあ、プラナカンどんなプラナカンですかって話だと思うんですが私の場合は多分マレーシアでの暮らしで身につけたことだと思うんですけれどもあの物事を決めるときにその場の外にいる人たちが見て納得するような決め方になっているかということにちょっとあの気になるタッちでしてなので何か決め物を決めるときにその,その決定に関わるのはどの範囲の人々で その人々に情報がちゃんと伝わってるかっていうのをまあ気にしてその確認してしまうというような立場があるかなと自分で思いますそういう意味ではまあマレーシアのプラナカン言言っててももいいいい、まあ、いいしししわななくみたたに思いましたさてそれはともかくですね今日はあの最終回ということで初めにコロナ後の世界と映像メディアについてちょっと考えてから、えー、実際にいくつかの例をお話ししたいと思います。 でのコロナ後の世界なんですがコロナ後の世界、まあ、その第1回にも書きました,言いましたけれどもコロナ後の世界を考える上では他人との関係これはその個別の人間関係でもそうですし、まあ、他人とったら個別かな他者との関係ですね個別の人間関係もそうですし、えーまあ、国と国との関係なんかも含めてそういった他者との関係について考えるっていうことが重要な。 ことだとだ思って,ましてでそのコロナ後の世界を考えるときにはそれ,をそれが良い方向にも向かえうるし良くない方向にも向かえうるので、えー、そ,のそのことについて特に考え立ち止まって考える意義があるだろうと思うんですでそれでメディィアととととコミュニティについてといいててうう立場から考えるということやってきましたで今日はあのこれまでの3回のお話を踏まえてコロナ後の世界と映像メディアについて初めにちょっとまとめておきたいと思います。 であの第1回の話し,したようにコロナ後の世界では、えー、人々が社会的距離を意識するようになるというのとその一方で情報技術の発達によって世界規模で情報のやり取りが密になっているなっていくということがあります。一つの一つ目の社会的距離の意識についてはあの病気に感染しているかどうかではなくて出身地とか 出身や居住地とか職業とかそういった属性で人を判断することが強まっていくるかもしれないと思いますで、あの属性の違いを意識することが結果としてプラナカン的な人間関係を受け入れる方向に向かうのかそれとも排他的な人間関係を強める方向に向かうのかというのはわかりませんこれからの私たちの生き方に関わっているのだろうと思います 二つ目の情報技術の発達に関してはこれはあの私の関心から言うとナショナリズムから民族を切り離すことができるのかという、まあ、いわば人類社会の課題と関わっていると思います。というのもあの振り返って考えるとナショナリズムが民族と結びついたのは世界が複数の言語に分かれているという人類の宿命のためだと言えるからです。で最近では機械翻訳の発達などによって 言葉言語が違う人同士のコミュニケーションはかなりの度合いで可能になってきていますそれからインターネットで入手できる情報の種類とか量も飛躍的に増大してきていますでそのため人は複数言語に分かれているという宿命を超えてナショナリズムから民族を切り離すことができるのか ということを考えてみたいんですがしかし考えてみるとその人はもう一つの宿命を追っていてそれはどんな人でも1日24時間しか使えないということですねなのですべての情報を利用しきることはできない仮にインターネット上に、まあ、他のところも含めてですがあらゆる情報があってそれが入手できる利用可能だとしたところで個人が得られる情報には限りがあるなのでその得られる情報には偏りがある したがってそのことが人々の区切りを作っていくということなのかと思いますなのであの情報技術が進むことでナショナリズムから民族を切り離すことが仮にできたとしても今度は民族に代わるものがナショナリズムと結びついてしまうのかもしれないそれについてもこれからの私たちの生き方に関わっているのかなと思いますまあそれはあのこれからずっと先のことなんだと思うんですがいずれにしろそのコロナ後の世界を考える上では情報のやり取りが 飛躍的に増大するということを考える必要があるんです。で、しかもその情報のやり取りが増大するときに、従来のその文字情報だけじゃなくて、映像メディアでさらに双方向での情報のやり取りが増えていくということが考えられます。まあ、その一番いい例がこの私の今こうやっていることで、私自身こうやってそのオンラインで授業をしているっていうことは数ヶ月前までは考えられなかったことですし、コロナが始まった時でも。 えー、テレビ会議が導入されても不要不急のテレビ会議は行わないというふうなようなポリシーでやってたんですが今ではこんなふうに授業をしているということで、えー、まあこ、まあ、れは私の例なんですけども両方のやり取りがその映像で、えー、あの増えていくと考えられるんですね。でそうなっていくとどの言語でやり取りするかよりもやり取りするされる内容が重要になっていくかなと思います。で あの映像作品に込められた意味を読み解く力というのが大切になってきてそれを身につけるということは映像作品を楽しむことのためでももちろん重要大切なんですがでもその情報収集それは第一にあの切り取られた情報に踊らされないという意味で大切だということはもちろんなんですが、えー、よその地域を直接訪れることができなくなっていく。 場合によその地域から出てくる情報が映像によって出てくるかもしれないですねでそうなった時それをどのようにその読み解いて理解してその地域相手のことを理解するかどういうふうに関わろうとするかということを考える必要があると思いますでちょっと極端な言い方変な言い方になりますが仮にそのどこかの 国とか地域で検閲とか情報の規制が厳しくなって、えー、検閲や規制のもとで,で作られた映像情報しか出てこないというふうになった時でもそ,のそうやって出てきた情報にこのまたこの込められた別の情報メッセージをどういうふうに読み解くかということを考える必要も、うん、考えてもいいかなと思います。なので情報映像作品の読み解きというのはこれからますます重要になっていくんだろうなと思います。 えー、映像はその多層的なメディアというふうに考えています。というのはそのお互いに矛盾しうるメッセージを一つの情報の情報映像作品の中に両方同時に込めることができるためです。それから、えー、制作者が用意しているものが映像に入ってくることもあれば用意しないものが込んでしまうこともとる。でその結果として制作者が意図しないメッセージが映像にその作品に託されてしまうこともある。 なので、えー、映像作品の読み解きっていうのはとても重要なんですがそのためには例えばその映像作品が作られた地域とか時代のことを知るとかあるいはそれがどうやって作られて自分たちのもとにどうやって届くかという、まあ、検閲とか規制とか流通などを含めて理解するということも大切かなと思っています。 さてそういったことを踏まえて、あのー、映像にいろいろなメッセージを織り込むことにチャレンジしている例としてあの今日はあのたくさんお話ができませんので限られてますのでマレーシアのヤスミン・アフマドという、あのー、映像作家かな映画、えー、について紹介したいと思います。ヤスミンは1958年にマレーシアで生まれました。 高校を卒業した後、イギリスに留学して心理学を勉強して帰国した後、マレーシアで広告代理店に勤めましたそこでえ新聞広告やテレビ CM テレビ広告を作る、えー、とどんな新聞を作るかっていうちょっと今出ますかねこの出ればですけど、あのー、こんな感じで出るでしょうか、えー、こんな感じで作ってます作ってましたでえっ、ー、と 46歳の時に初の長編映画を作ってそれから毎年1作ずつ6作映画を作ったんですが7作目の準備をしている途中に、えー、脳内出血で亡くなりました51歳の若さでしたちょうど昨日がその命日だったということでございますでヤスミンはその何て言うましょうかね何というかなその甘じゃ「甘野若」と言いましょうか何というか他の人がやることと違うことをやって人を驚かせたり笑わせたり。 っていう風にする人で、それでその CM をたくさん作っていたんですで。ヤスミンを世界的に有名にした、えー、こういうする短本民という CM があります。でこれがそうですが、えー、っとあの権利の都合上あの動画自体は見ていただけないので、そこにあの URL と QR コードを載せておきましたんで、これで後でまあぜひご覧いただきたいと思います。でこの恋ういうする短本民というのは。 マレーシアの背景事情を知らなくてもよくわかるし、とてもその楽しめる魅力的なあの、まあ、C. M. 作品なんですね。で、見ていただければと思うんですが、ちょっとだけ解説しますと、男の子の方はタンホンミン君で、中国系です。で、女の子の方はウミ・カズリーナちゃんで、マレー系イスラム教徒です。で、マレーシアでは民族や宗教が違う人同士では結婚しない。まあ、できないわけじゃないですけど、親や親戚が強く反対するので、しないことが多い。 しないものだと思われている。でも子どものうちはその民族の違いというか肌の色の違いを気にしないのだから、大人になってもそのままでいて欲しいなという C.M. です。この C.M. はマレーシアの五十回目の独立記念日にテレビで放映されました。独立してもう五十年経ったのに私たちはいつまでも民族別の社会を続けてるのというふうにそのマレーシアの国民社会にあの C.M. を通じて訴えているような問いかけになってます。 ところでこれあのテレビ CM と言いましたが何の CM かというのは見ていただくと分からないようになっています、えー、答えは「ペトロナス」という国営石油会社の CM なんですが石油に関することはこの CM の中には全く出てきません CM っていうと普通その会社の商品とかサービスとかを宣伝するものだと思うんですけれどもそういった常識を裏切ってですねマレーシア社会が推し進めるべき価値 それを物語にして CM にするというのを作ったのがこのヤスミンの CM でしたそういう物語性のある CM というのはそれまでなかったんですけれどもマレーシアでなかったんですがヤスミンが提案してヤスミン以降あの今ではペトロナス以外の会社でも作るようになった今ではマレーシアではこういう物語性のあるテレビ CM というのはとても当たり前のものになりましたがヤスミン以降のものです でこういうふうに新しいアイデアを省略化しているというところも、まあ、プラナガン的という感じがしますよね。であのヤスミンが制作に関わったテレビ CM をいくつか紹介しておきましたので、えー、これは後であのぜひご覧になってください。はいえーまあ、これはこここれまでだと。で続いて えー、これは、まあ、見てくださいねその続いてあの映像による社会の,かへの介入ということで、えー、作り手がどのような意図で映像作品を作っているかという作り手側の事情を中心に考えてみたいと思いますこの後もずっと休みの作品をのお話なんですけども、えー、マレーシアですねマレーシアには、えー、マレーシア映画振興公社というのがありますでその名の名通り マレーシア映画の進行を目的としているんですがこの名前のマレーシア映画というのをどう定義するかというのが、まあ、問題というか癖せ者で多民族多言語多宗教の社会でマレーシア映画をどう定義するのかということですねであのいくつか条件がつ,らつけられましたで主なものとしてはあのマレーシアは多民族の多言語の社会ですけれども マレー語以以外のセリフがあるる程度以上入っているとたとえそれがマレーシアのスタッフキャストによって作られてマレーシアで捉えたマレーシアの物語だとしてもマレーシア映画ではないということで国内のの映映画館での上映が機会が減りまますす制限されますその結果マレーシアは現実社会は多民族多言語の社会ですけれども映画の中では単一民族で単一言語というふうになっていました。 そんな中でです、ね、ヤスミンの最初の劇場公開用の長編映画である「細い目」という映画はそういうマレーシア映画の常識に正面から挑む映画でした。これは恋するタン・本民先ほどの CM と同じくマレー系の少女オーキッドと中華系の少年ジェイソンの2人の民族と宗教の違いを超えた恋うう物語です。まあ、そういうとですね 何でしょうこの二人がお互いに好きになるんだけどもあの民族と宗教が違うから周りから大反対されてその障害を乗り越えて最後に結ばれるというのを思い浮かべるかもしれませんが全くそんな話ではありません。まあそれはな中身の話は今日はしませんけど違うお話です。でもこの作品が人々を驚かせたのはというか私もとても驚いてそれ以来この映画を追いかけるようになったんですけども、えー、民族と宗教が違う恋うう物語を マレーシアで正面から描いたということも、うん、それまでほとんどなかった驚きだったんですが何よりもセリフが多言語だったとということです登場人物が普段話しているように話すために会話の途中でマレー語から英語に英語から関東語にと切り替わったりあるいはその一つの会話の中でその複数の言語の単語が出てきたりとかというふうにどんどん切り替わっていくんですその様子を、まあ、動画ではありませんがちょっと見ていただきたいんですが、えー、こちらです これは「細い目」の映画の冒頭で主人公のジェイソンとそのお母さんが会話している場面ですジェイソンが詩を読んでその詩について話すんですがジェイソンの方はカントン語で話すそれに対してお母さんはマレー語で話す二人話している言葉は違うけど会話が成り立っていいるというんですお母さんはちなみに歌人系プラナカンなので、まあ、プラナカンの服装をしてその手前にプラナカンのその何だろあの 家具ポットかな置いてありますよね。うん、でプラナカンということでマレー語でお話しするです。というあの冒頭からこんなあの違う言葉だけど文化も言葉も違うのに思いが伝わるので不思議ねなんていうところから始まっている映画でした。ただし、えー、字幕にするとですね全てのセリフが一つの言語に翻訳されてしまうので言語の多様さがうまく伝わらないというのがちょっと残念です。 で私たちのあの混成アジア映画研究会というのをやってるんですが、その研究会ではセリフを言語別に色分けした多色字幕というのを作って上映したりしています。ただあの人によってそのあの区別できる色の種類が違うということがあるので、どのように表現すると良いのかというのはまあ試行錯誤中だったりします。もう一つ。 あの細い目の特徴のもう一つは現実のマレーシアの常識とされるものをあえて逆転させているということですでこれからいくつか紹介しますがそこに描かれているのは今ここにある現実のマレーシアではなくて存在しないマレーシアの様子なんですでそれを映,画で映像で見せることで今は存在しないけどももしかしたら存在するかもしれない実現可能かもしれないというもう一つのマレーシアを描いたというのがこの細い目の特徴です その一つ目はこれですねあの男女の関係の逆転ですこの絵は、えー、ジェイソンとオーキッドが初めてのデートで映画館に行って記念写真を撮っている場面ですこれを見て違和感なんか感じるでしょうかね、えー、マレーシアでは、ま、マレーシア以外のところでもそうかもしれませんがマレーシアでは男性は力強くて女性を守るものですし女性はか弱くて 守ってもらうものという考え方がまあ一般的にあります。でこの二人のポーズはそれを逆転させているですね。なのでパッと見ると違和感がある。あれ男女これ逆じゃないのというふうに違和感があるけれども、でもそんな二人の作品が物語を見ているうちに、まあそういう関係も別に悪くないかもというふうに思わせるというもう一つのマレーシアを見せている作品です。もう一つ同じく細い目からスガン。<laughs> 次はえっとオーキッドの自宅でお母さんとメイドが夕食の支度をしているというそういう場面です見てみると一人はソファーに座ってテレビを見て大笑いしているでもう一人は床に座って米の中から小石を取り除いて夕食の支度をしているでどちらがメイドだと思いますかということなんですその答えはソファーに座って大笑いしている方がメイドで 床に座って夕食の準備をしている方がオーキットのお母さん、つまりメイドの雇い主です。メイドといっても奴隷ではないので、できる人ができることをやればいいというような考え方のためですが、これもマレーシアの常識に照らすと、雇用者と非雇用者、主従の関係が逆転していますで。細い目が公開されると、マレーシアでは一部の批評家から、これはマレーシアのあるべき姿を反映していないと激しく批判されました。 しかしヤスミンは自分が筋が通っていると思っていることであれば批判されればされるほどそれをやってしまうというまあ変わったというかまあまの弱性格ですのでえヤスミンは細い目の翌年作った続編のグブラで今度は夫婦の関係のこれはあのグブラの一場面でえ宗教指導者の男性が自宅の台所で料理揚げ物をしているところですね。 で,その後ろで見てるのはそのは、そ奥さんですで。妻がいるのに夫に料理をさせているまずこれがけしからんですがそれに加えて夫はあ妻は夫が作った揚げ物を手を見てもらうとつまみ食いしようとしてる僕はつまみ食いしちゃうんです。でこれはマレーシアの常識から考えるとありえないというかあってはならないというふうにあの批判されました。 でもこの二人の様子仲睦まじい様子を見ているとそんな夫婦の関係があっても別にいいんじゃないかなと思わせるというような不思議な力を持っていますヤスミンはしばしば理想主義的と言われました、えー、昨日ヤスミンは明日だったんでマレーシアとか世界中の,あのマレーシアの関係者が Zoom 会議というのでズームしながらヤスミンの思いで語り合う会があったんですけどもそこでもヤスミンって理想主義的だからなぁなんて話が何人かから出たりしたんですが でもその理想を描き続けることで今はないかもしれないけれどもあっても不思議でないもう一つのマレーシアというのを描き続けたのがヤスミンだと私は思っていますただでもそれでもですねこののグブラの作品は細よりもささらに批判されましたなので今でもマレーシアに行くとマレーシアの人の中ではヤスミンの作品というとああとっても好きっていう人もたくさんいるんですがヤスミン作品と聞くとあああれね あれは現実じゃないからっていう人も、まあ、い,るいないわけではありませんさて次の「映像の読み解き」というところでは今度は作り手が意図したものも意図していないものも含めて映像作品にどんなメッセージが織り込まれるのかそ,れをそしてそれをどのように読み解いていくのかということをちょっと紹介したいと思います。えー 映像作品には言葉で明示される問いかけもあれば、言葉では明示されないけれども物語を通じて伝えられる問いかけもあります。ここで紹介しているのはヤスミンのもう一つの長編であるあの長編映画のムアラフという作品なんですが、ここではあの画面にあの文字で書いときましたけれども、そういった問いかけがあの作品を通じてなされています。左側の二つ縦2つは直接そういうセリフであの問いかけられているんですけれども。 右側の2つはそういったあのセリフなどで問いかけられているわけではなくて、作品を通じてあのそういう問いかけがなされているということです。時間の都合なのであるので、個別にはあのここで紹介しませんが。このあの講義と関連して、右下の1枚だけ、ちょっとだけあの簡単に紹介したいと思いますこれはこのモアラフという作品のメインの物語ではないんですけども。も主人公の兄という少女の。 職場にシンディという女性がいて、そのシンディが映っています。シンディは同僚の兄のことがまあ気に入らない様子なんですね。その兄はあのまあ可愛らしくてチヤホヤされるんだけども、自分はその代わり二倍も三倍も仕事をしなきゃいけなくて大変だっていうんで、えー、兄のことが気に入らない様子なんですが、しかし兄がその苦しい状況にいるということが分かると、まあ文字通り自分の体を張って兄のことを守る。 しかもそのことを兄は知らない,ってい、ね、知らないところで自分が体を張って彼女を守ってあげるっていうねかこの感じが、あのーまあ、思い出してくる語って話してるだけで負けてくる話なんですがこの講義の第一回のお話しした気に入らなくても助けることができるっていうその関係がよく描かれていていいエピソードだなと思って私は思っています。さて次は <coughs> これですねあのー、映像作品は物語の魅力が国境や民族を超えて伝わりやすいという特徴があると思いますヤスミンの長編の遺作となったタレンタイムですがこれは、えー、日本を含めてですね、マレーシアの事情を知らない人から見ても内容がよく伝わって心を動かす作品になっています ただそれとともにあの映像作品というのは多層的なのでタレンタイムは物語の余白が大きくてマレーシアの事情を知るとさらにその理解の奥行き,きが深くなるという、まあ、不思議な魅力を持った作品です。タタレンタイムのの内容の紹介は、えー、しませんというのはあのまあしたいんですけど 私は多分タレンタイムの紹介をし始めると時間がいくらでも足りなくなってしまうと思いますんで、えーまあ、参考文献に挙げておきましたが本を書きましたのでよろしければそれをお読みいただければと思います。まあ、とにかくその、えー、タレンタイムは逃さず見ていただければと思います。映画のファンの方はもちろんこれあのご存知だと思いますが普段映画見ないっていう人でもタレンタイムが上映されていると知ったらまあ多少の。 あの都合をつけても多少、まあのというかあの都合をつけてぜひ見ていただければと思います残念ながら日本で DVD D 販売とかあの配信とかしてないのでお近くの上映映画館で上映していたら逃さず見るようにしてくださいまあそれは <laughs> あのこの授業とちょっと直接関わりませんがでもあの本当にあのいいし見たらあのなんでこれ早く見なかったんだろうと後悔することになりますきっと。 さて、えー、映像作品は物語が多層的に織り込まれているので表面的にその普通に見て受け止められる物語それを見ても楽しめるしそれ以外のところでもう少しその地元の事情などを知って深読みして別の物語を読み込んでも楽しめるというところがあります。でその例の例つと,してというのを紹介したいと思います。まあ 広告って言いましょうかこれはシンガポール政府が、えー、作った政府広報まで広告っていってますけどもです、えー。シンガポール政府がですね国民にあの結婚と出産子育てを進める促すという目的で作られた政府広報でなのに東民がそれを請け負ってあの夫婦が親しく仲良くしてるところではなくてあの葬式 夫が亡くなったところののお話を作作っているというのがいかにもまあ休みなし作品ですこれから見ていただくんですが、えー、デイビッド・リーというそこにあの家が拡大しておきましたけれどもこういう歌人男性の葬儀でその式の終わりのところでデイビッドの奥さんのリー夫人ミセス・リーかなが来場者の皆さんに挨拶するというそういうあの場面です。 でこれから3分三分弱ですね映像を見ていただきますあの,あのなんだろう関係者の方々のご厚意であの上映してよいということでしたのであの上映させていただきますで初めて見る人はあまり深いことを考えずにあのこの映像を楽しんでいただければと思います見たことがある人はこのリー夫人とデイビッドがそれぞれどんな経歴を持っていてどんな例えば仕事なのか デイビッドの場合はまあなくなってますけどどんな仕事だったのかということを考えてみてもらえればと思いますえヒントはですねデイビッドのセリフですねではあのお願いします「ミスリー」「I believe you have some words to say about the deadly departed」「I'm not going to sing praises for my late husband not today Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Oh, you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So, to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. はい、えー、いかがでしたでしょうか <laughs> さてえー、とこれ安みらしくその先入観をいろいろ裏切るような作りの作品になっています結婚を勧めるのにあの葬式だったっていうのもそうなんですが、えー、デイビッドは歌人ですけどもこの奥さんリー夫人といって出てきたのは、えー、インド系の女性である でその結婚相手は同じ民族同士という先入観があるとあれリー夫人なのにあれインド系の人なのというのであのちょっと驚くそこその先入観が落ち着いてくるんですね。であのこのデヴィ夫人あデヴィ夫人っていうのはちなみに何でしたっけコンフィデンスマン JP のプリンセス・さんに出てきてマレーシアに行ってな、えー、くし物をして。 あの見つけ物をしたという話がありましたけどそれはすすみません関係ないです、えー、この広告のキーワードはあの何回か出てきたパーフェクト完完全とか完璧ととか璧いうことですねリー夫人があの話しててもイギリス英語つまり地元なまりがないあの、まあ、正しい英語正当な英語を話しています。ということから考えるとおそらくイギリスに留学経験があって、まあ、大学を出ているかもしかしたら大学院を出ているか。 それから人前で話すの慣れてる様子からしてあの仕事は弁護士とか、えー、議員とか市民団体市民組織のリーダーとか、まあ、そういう人前で話すことに慣れてるようなそういう職業の人かなというふうな感じがします。ではその問題の夫のデイビッドはどうかということなんです。でこの 広告の中に情報は全くないんで想像するしかないんですが、えー、一箇所だけデイビッドのセリフがあったのが分かったでしょうか気づいたでしょうかデイビッドが自分のおならの音で目が覚めて今のなんだっていうところそれ以外のところを完璧なイギリス英語で話しているリー夫人はこの部分だけ「w h a t w a s t h a t っていういかにもシンガポールなまりの英語で話すんですよね。 これシンガポールではそのシンガポール英語シングリッシュと呼ばれることもあるシンガポールナマの英語ですでこの部分はおそらくそのリー夫人が夫の口真似をしたんだろうというふうに思いますでその口調から考えるとまあその口調だけからあのこんなこと考えるのもまあ失礼な話ですが一応その C.M. 上というのをのお約束お決まりのことで考えると海外留学は経験していない人で。 えー、それに加えて遺影を見るとネクタイをしていないラフな格好ですからということはオフィス勤めというよりは現場に密着したた仕事だったんだっんろうううななといよ印象を受けますではその上でどんな仕事だったのかなというのを考えるんですがこれはもちろんそのあの CM 広告の中では全く言ってないんで想像するしかないんですけれども私が主にそのリー夫人がデイビッドの思い出話をするときに あのエンジン音とか排気ガスの音とか何回もその車の話をしていますよね。ということはデイビッドの仕事は何かこの車に関係する、まあ、車の修理をするとかそういった仕事だったのかもしれなくてだからこそその最後のお別れの時にこのデイビッドが密接にその関わっていた車の話をしてこう送り出すっていうその何か理恵夫人の思いが伝わってくるような気がするなと思ったりします。 っていうそのデイビッドの仕事の部分はあの私の想像ですんで実際どうかは分かりません設定は何もなかったんでそれは皆さんそれぞれ考えていただければと思うんですけどもでもこうして見るとあのこの2人の関係は民族が違うという夫婦であるだけでなくてえ妻の方が夫よりも高学歴である海外留学もしてるおそらくそれから多分収入も妻の方が夫よりも多いのかな ということを想像させます。でシンガポールでは高学歴の女性は結婚相手がなかなか見つけにくいというようなことが話題になっていたこともありました。でもこれを見るとあのどちらの学歴が収入が高いか低いかということはあまりその気にしなくてもいいというようなことがあの伝ってくるような気がします。それからもう一度デイビットのセリフに戻るとあのシンガポール名前の英語はシングルシュ。 とも呼ばれて、えー、シンガポール政府としては国民にそんな地元なまりのシングル史を話すのではなくて正、えーまあ、正しい正当な英語を話すよううににといのでリー夫人が完璧な英語を話しているということは、えー、正しい英語を話すことの大切さをこの CM でま体現するわけですからスポンサーであるところのシンガポール政府にとって好ましい広告になっています。 でそれと同時にデイビッドのセリフをシングルシュにしていることでそのデイビッドへの愛着がそれがそのデイビッドの口調ということからも伝わってくる。だからこの,あの広告は「正しい英語を話すことが大切だ」というメッセージと「地元なまりの英語も愛着が感じられるからそれもまた大切だ」 というメッセージこの二つは互いに矛盾するメッセージのはずですがそれがうまく同時に織り込まれて一つの映像作品になっているというふうに思います。さあ,あのこのヤスミン監督の作品の紹介を通じて考えてきましたが最後にですねあの時間もうそろそろ時間ですのでまとめたいんですが、えー、まああの コロナ後の世界の映像メディアについて今日最初にお話し,しましたんで改めてまとめることはしません代わりにそのヤスミン作品から私が学んだことをあの共有するということで終わりに変えさせてもらいたいと思いますヤスミンやその友人たちがよく口にする言葉ヤスミン自身の言葉ですけどいろんな人も、まあ、マリリン・モンローも言ったとかいう話もありますいろんな人も言ってるんですがそこに書いたのがあります「Everything Happens for a Reason」っていうやつですね えーまあ、意味はいろんな訳し方があると思うんですが起こここったとととには全て何らかの理由があるということです、えー、取り返しがつかないとんでもない失敗をしてしまった場合あるいはその逆に自分には全く落ち度がないのに他人のせいで取り返しがつかないようなひどい目に遭わされた場合その時にこの言葉を掛け合ったりあるいは自分自身にこの言葉を言い聞かせたりします。 悔やんでも悔やみきれないし原因を作った人を恨んでも恨みきれないそういったことが起こったとしてもきっと自分には計り知れないところで何らかの理由があるのだろうと思って起こったことにどう望むかによって将来の自分の在り方がきっと変わってくるだから今ここで自分がどういうふうにそれに望むかを将来見た時にそこに、まあ、何らかの理由があったんだと後で思える。 なので起こったことは起こったこととして受け入れて今の自分に何ができるかを考えて積み重ねていくという考え方ですヤスミンとその友人関係者同僚たちがみんなこの言葉を何か何かあるというんですねお互いに言ったり自分に言ったりしてまあコロナ禍のためあるいはそれ以外の事情で私たちはこれから厳しい状況に置かれるかもしれません でもどんなに打ちひしがれたとしてもその場で自分にできることを積み重ねていくしかないし一人一人がそうすることで社会がより良いものになっていくのではないかなと私は信じていますなのでこの講義で考えてきたことがそういった時に立ち止まって考えるための何らかの手がかりになることがあれば幸いだなと思います最後にもう一つヤスミン監督の言葉これはヤスミンの言葉なんですが 不完完全全をたたくさん集めたものが完全なのがなよだから作り続けなさいという言葉を紹介して今日のお話はこれとさせていただきます、えー、関連する映画をちょっと紹介しますこの講義に関連して私がおすすめする映画を挙げてみました東南アジアの島し部を中心にしてこの15年ぐらいの作品を中心に挙げていますので えー、上げてないものもたくさんあるんですがあの作品もこの作品もと思うかもしれませんがそれは皆さんはぜひお互いに紹介していただければと思います、えー、個別に紹介しませんが下から2番目の「ハローラブ・グッバイ」というのはフィリピンの映画で、えー、香港の「隣落の人」という映画と合わせて見ていただけるとまた良いかなと思いますちなみに一番下の「艦隊」というのは日本の映画なんですが、えー、東南アジアとは直接関係ない映画で でも登場人物の性格とかの人間関係を見ているとこれみんなマレーシア人じゃないかと思えるような不思議な魅力を持った作品ですで繰り返しになりますけど上から3番目のタタタ「タレンタイム」「放題はタレンタイム優しい歌」ですねこれはぜひ見てください最後に参考文献ですね参考文献は4つ挙げておきました1つ目は アジアの30カ国地域の地域研究者がそれぞれの国の映画映画事情について紹介したものです。で3つ目はブックレットで4つ目が、えー、あ今日途中でお話ししましたがあの、まあ、私の方の紹介での宣伝で恐縮なんですけども、まあ、休みがあの広告の人ですから広告免じて広告させていただけると。 ヤスミンとヤクスミン作品への思いを込めた思いを込めてヤスミン作品の読み解きをあの書いた本ですので機会があったらぜひ手に取っていただければと思います。では私のお話はこれまでということであとはご質問をいただくいただいているんですかねそれをお答えできればと思います。 はい何でしょうはいやすみん亡き後とやすみんさんの意思を継いで映像を作ってる方はいるのかなうんなんと何でしょう 何か仕込みの質問でしょうか <laughs>。あのいっぱいいます。あのいっぱいいます。あの一人挙げると思いつく人は何人かいますけど、一人挙げると他の人たちはみんないや私たちはみんなそうだって思うと思います。あの、えー、まあ普通こういうふうに言われたら多分いや細い目の長編の主演,主,演主役オーキッド役だったシャリファーマニー。ー 彼女は女優で今映画監督もしますんで彼女だという答えのが一般的かなと思いますでも彼女はあのー、なんだろう「ヤスみンと私は作風が違うからヤスみンと違うものを撮る」まあこれをまたねあの天の若なんですよ彼女も「やみから映画のことを全部学んだ」って言ってるけど私は作風が違うから違うのを作るって言ったりして他にもいろいろいますあのー。 日本との絡みで挙げておくとあのエドモンド,かなエドモンのようという彼もあの注目して,いるとしてみたらどうかなと思ったりします。それから、えー、とお召し物はマレーシアのものですかこれは、ね、マレーシアのものです。あのでマレーシアの中でもそのボルネオ島の、ね、サバ州のもので私がサバにので勤めていた頃にあの手に入れたいただいた。 服です映画絡みのお話をする時は結構これを期待することがありますえ。ガチガチの理論から考えるのではなくコミュニティ論から入って結局やっていきがまとめになるのがそうかとです。やっていきがちょっとなんか <laughs> 分かりませんがやってなんだろうやっていきながら考えるということでしょうか。 うん、あの理論から考えるのは大事なんですあの理論がないとあの他との人との話も通じませんしでもその現場で何が起こってるかっていうのはそれもまた大事で、えー、現場っていうか何だろうなんて言いましょうかねこんなこと言うとあんまり、まあ、あれですけど何だろうその いや、いや、まずいかな。<laughs> あの、まずいな。今日の,あの午前中の小玉先生の話で、あの、コロナ対策で、あの自粛警察の時に、あの、途上国なんかだと人を殺しちゃったりしますよねみたいな、いや、途上国ってそのあの一くくりにしてはやっぱりまずいですよってちょっと思って、現場はいろいろなんで、あの、それぞれの現場を見て考えるっていうのは大切かなとちょっと思いました。 それから東南アジアジの映画もハリウッドの影響は受けているのまあ当然受けています、はい、ハリウッド一番受けているのはあの今日はマレーシアの話をしましたがフィリピンの映画なんかがそうであれをリハリウッドの映画をどういうふうに自分たちのものに取り込むかっていうのを考えてますしあの自分たちの作った映画をどうやってハリウッドに持ってってそこで影響を及ぼすかっていうのを一番考えているのは多分あの フィリピンの映画人かなと思います。あのあんまり今日マレーシアの話ばっかりでしたが、インドネシアの映画もあって、えー、最近だとあの全部全編英語であえて作って、それをハリウッドに持っていくんだみたいなねような心があります。映画を見るときに心がけていることはありますか。うーんとなんだろうなその。 登場人物とか作った人とかがどういうつもりなのかっていうのを考えます。あの物語映画ってその映像なんで物語が結構強いですから、こういう物語を受け止めてっていうのはこうまあ、圧が来るんですよね。で、それを乗っかって見てるとあの新しいなっていうふうに思うんですけども。 それと同時にこう一人一人なんか出てくる人ちょっとしか出てこない人も含めてその人はなんでそんなことを考えてこんなところでそんなことしてるのかなっていうのを考えたりします。でそれを考えるときにはあの情報が必要なことは必要なので監督とか制作者がどういうつもりでそれをそういう役とかそういうあのセリフしぐさにしたのかなっていうのはもちろん考えるんですがそれはある程度参考にしたらあとはもう自分で考えればいいっていうことで。 あの監督がそう思ってないっていうふうに思ってもいいかなと思います。後ろの色紙あ、後ろの色紙あ、これですね。これはですね。いろいろあの読み解きしますが。あの、私もね。あの自分自身はあのあんまりこの。 何もしないんですけども一週間の間に何人か出入りがあってものが変わったりしてることがあるんでそれで変わっているものがちょっとあるかもしれません。あのそういういのを後ろにあるのはですねあの安見監督の名優である映画監督の法雄犯という人がいるんですが法雄犯が来た時に書いてくれた色紙です。 えっと先ほどの CM はシンガポールの人なら英国英語やシングルスや夫婦の給料の額程などの情報を受け取れていたのでしょうかうん。えー、っとねあのそう思いますあの。イギリスの英語を話してるっていうのとあの夫の口真似するとこだけあの中華系のシングルス話してるとか、えー、っていうことはでしかも家、e、ががネクタイもしてないしっていうことで。あの 夫婦は逆転してるっていうのは受け取ったと思います。あの統計的に調べてないんで、あの絶対かというとあれですが、あのそのはずそう思います。日本で同様のことをしても受け手によるまあ受け手にもよります。だから、シンガポールの中の人もまああれ見てあのなんかよくわかんないけど、あのそういう話かと思うだけっていう人もいるかもしれませんが。でもあの大抵の人はわかるんじゃないかなと思います。 えっと、私がマレーシアを研究対象に選んだきっかけそれはですねえー、話せば長いことながら <laughs> ちょうどこれもまた何か何回のパスかなと思うぐらいで私の,あの自分自身のねそのなんかそういったことをあの宣伝するのも何だと思うんですが、えっと、この休みのこの本ですねこれに一生分 私がどうしてマレーシアと出会ってマレーシアのどこがいいと思ったかっていうのを書いてありますんでそちらをまあ読んでいただければと思うんですがあのどうしてかというと高校生の時にホームステイ留学で1年間マレーシアに行ってそこであの地元の家庭に入ってそこの子供として育てられてで高校にも通ってというのを1年間やりました。その時にあの自分が 感じていたその中国系のうちに行くって言うんで、まあ、中国人かなと思ったから中国人だったらこういう人間関係かなと思ったのがまるで違うっていうあの人間関係だったのでそこに驚いてで自分たちは中国人じゃなくてマレーシア人なんだっていうふうに言われてまあ、なるほどって思ってその時のまあ思いが大きかったですかね。はい、えー 映画映像だけ映像映画だけではなくて起きた出来事からいろいろと読み解きすることは大切だと思いますが今の学校教育ではそこままでののレベルを求めるのはなような気がします大人として子どもたちに読み解きのスキルをどういうふうに伝えればいいでしょうか、うんあのまあ、大人として子どもたちにいいかどうかは分かりませんがあの私がその映画をあのいいなと思っているところの一つはその、まあ、これもあの 直接のの答えなのか分かりませんが、えー、と私が専門としているのは地域研究という学問分野で地域研究をどうやって教えるかということって結構あのいろいろなあの試みがあると思うんですね。であのもちろんその理論の面では本を読めば読んで勉強するっていうのはあるんですが現場で起こっているいろんなことを見てそれをどういうふうに理解するか解釈するか読み解きするかっていうことがあって一番いいのは多分現場に。 一緒に行ってそこで今起こっているものはこれがこういうことが起こっているあれはこの人はこういうことを言っているのはこういう意味だよとかっていうことをその場で伝えるっていうことが良い方法かなとは思うんですただしそうは言っても現場に行くと周りにある全てのものがその現場ですからその中で今あの人がやったセリフって言ってもその一緒に行っている人は聞いてないかも聞き逃しちゃうかもしれませんよねで車でずっと移動して「今見えたあれ?」って言っても聞き逃しちゃうかもしれない、まあ、見逃してるかもしれないそう考えると映画っていうのは あの何回も繰り返しまあその劇場映画だと1回だけかもしれませんが DVD とかなどで何回も繰り返し見られるということがありますから映像を見ながら一緒に見ててここのこの場面このセリフどういうつもりで言ってるんだろうなとかっていうのを考える一緒に考えるとかっていうのは実は地域研究地域の事情についてあの理解する上でまああの初級から中級ぐらいまでなのかもしれませんがとてもいい教材にもなると思うんです。 もちろん現実は多様なので,で映画とか映像作品っていうのはあの作品として作ってるからやや極端に描いてるとか現実ないものをあえてやってるところがあるからそれをそのまま鵜のみにはできないんですが読み解きをするその基本的なところを身につける上ではとても有効だと思うんですね。なのでこの問題にあの戻るとあのなんでしょう一緒に映画を見たりとか あの映像を見たりあるいは、まあ、現実世界でもいいんですけど現実世界のことを見たときにあれはこういう意味なんじゃないかなとかこういうふうに思うよっていうのをその大人が子供に自分がどう読み解きするかっていうのを伝える、まあ、大人同士でそれを共有するっていうのもいいんですけどというのがいいかもしれないと思ったりします。はいえー、天の質であることそれに大きな価値があるととということですよねとそれをインクルードすることの重要性 しかし現実特に日本では会社でも社会でも疎まれることの方が多いと思いますそれをフィクションに託してメッセージとすることはうまい手ですが他に発信者異質な当事者としてはうまい手と考えられるものはありますかんうんうん異質なことを疎まれることが多い、うん、それをフィクションに託してメッセージするのはうまいですが そうですねまいと考えられるものありますけどこれはねまああったら教えてほしいなって思いますかね <laughs> あのー、えー、あのー、身も蓋もなく答えるとすると、えー、異質な当事者は異質な当事者なんだからそのことを自覚してもうそのそれで過ごしていいんじゃないかなと。 でそれをすると確かにこの、えー、会社でも社会でも疎まれることが多いのでだからいつでもどこでもそれをしなさいととても言えませんので、えー、まああの技術が必要なのかなでもそのどうすればそれがうまくいくのかなっていうのは私も考えているところであのやりながら考えているのかなでもあのなんだろうまあうまい手があるといいですよね。でも伝える 伝えちゃうというのもあるかなと思います。えー、n g Happens for a Reason というのは単純に解釈すると運命論的な傾向もあると思うんですがヤスミンさんの作品傾向は既成概念への抵抗を強く感じられて矛盾する気もするマレーシアという複雑な文化だからこそ誕生した文化多文化系アーティストだと感じました既成、うん、概念への抵抗運命論的な傾向もあると思うんですが うん、まあそうですねそのなんだろうその、うん、運命論的というか運命論的といえば運命論的でもその運命が定めているからもう変わらないという意味での運命論的ではなくて自分たちの手に及ばないところで物事が決まることがあるというのを受け入れているという意味での運命論的でそれがその次にどうなっていくかっていうのは自分がその場でどういうふうに。 考えて行動するかによって変わってくるというのを含めた上でのでもだから、まあ、あの多,民族多文化的なアーティストだろうなっていうのはまあそうなのかなと思います。<noise> えっとお私の講義でですね、えー、っと第1回ですかね被災後に支給された米袋を蹴っていた男性のエピソードは一番印象に残っています。 そこをどう読み解きするかが地域研究かなと思いました。うん。まあ、そうですね。あの、なだろう。何か、あの、ちょっと違和感があるものに出会ったときに。それがどういう意味を持っているのか。それをわかりやすい、お話だけで理解するのではなくて。その、登場、当事者がどんなつもりだったのかっていうのを、まあ、調べてみるということです。あの。 あれもそうですあれはその、えー、とテレビのニュース番組ですよねあれ動画で今日のこの講義では動画じゃなくて絵だけ画像でしか見せてませんがそれでもやっぱりその結構インパクトがあるあの画像とか映像っていうのはインパクトがあるのでそれを見たときにあの分かりやすい解釈に引きずられることが結構あるんです。しかもその それを解説する人がまああれはこういうもんなんだよっていうふうに解説するとまあそんなもんかなって思っちゃったりしやすい。でもそれをあの本当にそうかっていうのを自分であの確認して当事者がどういう背景があったのか、もしかしたらその時を遡ってあるいはそれ以外の人たちの話も含めて、えー、考えてみるっていうのはなんかあのいいんじゃないかなと思います。はい。 この一通りこんな感じみたいな感じですけどもちょうどこれでしょうかね時間もこれぐらいなんでしょうかもし今手元に届いているご質問ご意見はあもう一個来た <laughs> これ皆さんどうでってあか皆さんに書いていただいているあの質問とかコメント全部見てるわけじゃなくてあのいくつか運営の方に選んでいただいているのがこう時々パッと浮かび上がってきてね出るんです。 えっとなぜこんな運命にと問うのではなく世界から何を期待されているか自分が何を行うかを考えるミン、えー、さんの姿勢はアウシュビッツを描いた「夜と昨にも通じる気がします、うん、そうですねあのー、まあなぜこんな運命にとは思うんですけどそれを呪うだけで止まってしまうんじゃなくてそこから自分が何を行うかを考えるですね 大変だと思うんですよね。その実際そういう場になったらもうなんか何日しかもう起き上がれないぐらいになっちゃうと思うんですが、でもやっぱり起き上がって自分が何できるかっていうのを考えてそれをやっていくかなと思います。あのお時間もこのぐらいということでしょうかね。はい、あの皆さんにいろいろあの議論していただきました。 あの十分にお答えできてないところもあるかもしれませんが、えー、もともとこれ私が皆さんに全部答えをあのお示しするというよりはあのみんなでこれから考えていくあのなんだろうその素材を提供するというの,はのが意味があると思いますんで、えー、答えたうまく答えられなかった部分も含めてです、ね、皆さん出していただいた取り上げられなかった部分も含めて、えー、これからあのー でしょう皆さんがそのメディアとなってですねこの議論が続いていくことになればよいかなというふうに思います。ということであの4回にわたってあの講義を聞いてくださって参加してくださいましてどうもありがととうございいいままましししたたこれで私の講義はおすありがとうございました。